1歳6ヶ月の子供、食事とおやつ。1歳6ヶ月頃に離乳食から幼児食へと変わります。大人の食事に近づきますが、柔らかく煮る、噛みやすい大きさや形に切るなどの工夫が必要です。この時期は周りの人や物が気になり食事に集中できない、また食欲にもムラが出やすい時期です。心配しすぎず、ゆったりとした気持ちで楽しく食事を進めましょう。食事は主食、主菜、副菜を揃えましょう。主食はご飯やパン、麺類。主菜は肉や魚、卵や大豆製品。副菜は野菜やキノコ、芋、海藻類などです。1回ごとの食事量は気にせず、1週間単位で食事のバランスが取れるようにしましょう。食事の時間が楽しいと食欲も湧いてきます。食べ物の好みは味よりも見た目や舌触り、周りの大人の好みに左右されます。一度食べなかったものも雰囲気や調理法を変えて何度かチャレンジしてみましょう。スプーン、フォーク、コップの練習を始めましょう。自分で食べたいという気持ちを大切にします。こぼしてしまうことも多いですが、上手にできたら褒めてあげましょう。おやつは3回の食事で取りきれない栄養を補う食事の一部です。子供にとっては楽しみでもあります。1日1回から2回、食事に響かないよう時間と量を決めてあげましょう。小さいおにぎりや乳製品、果物などがおすすめです。区福祉保健センターでは子どもの食事の相談を行っています。さまざまなサポートをうまく活用しましょう。